阪神5550系電車は、阪神電気鉄道が2010年に、普通系車両として導入した電車である。5500系のマイナーチェンジ車として登場した。阪神車両メンテナンスとアルナ車両の、名番阪神最後の運行標識版使用者であった5311、系5313.5314の、老朽代替車として、 2010年に一編成4両が製造された。車体は5500系に準ずるが、機能面では1000系に準ずる装備である。可能な限り5500系、1000系との共通設計とすることで、設計制作期間の短縮とイニシャルコストの抑制が図られた。5500系がベースの車両であるとの位置づけから、形式は下2桁を50番台とした5550。 系となった。従来阪神の車両を製造していた、向川車両工業が解散したため、車体はアルナ車両で製造し、偽装は向川車両工業の後継となる、阪神車両メンテナンスにより行われた。阪急阪神ホールディングス内の合作であり、普通校車体の製造ノウハウを持つアルナ車両が、構え体を製作、車両の設計製作ノウハウを持つ、 阪神車両メンテナンスが、車体、偽装の設計と偽装工事を行った。車内には2社の名板が設置されている。5550系は、運行標識版使用車両の全廃といった導入目的から、1編成4両のみの製造で終了した。2017年より5500系のリニューアル工事が行われているが、車例の浅い5550系は工事の対象から、 外れている。大阪型から MCM1 と M2TC の2両ユニット2組による4両固定編成を蘇生しており、大阪方から3両が電動車、神戸型先頭車のみが制御付随車の 3M1T 編成である。線形との機器共通化により、主電動機の出力が向上したため、全電動車ではなく、MT 比が3、1の 3M1T となり、ジェットカーで、 初の付随者が登場した。編成中唯一の制御付随者は空数向きの5562号であり、形式も5561型ではなく5562型となっている。在来車との並結運用は行われないが、試運転などで5500系との並結が可能なよう、ジャンパ連結機や引き通し回路などの偽装が共通化されている。m 社と m 社の間には、 車庫構内運転用の簡易運転台が設けられ、従来車と同様に、工場入場時は2両単位で分割される。2015年に登場した5 7 0 0系では、5 5 5 0系と同様の MT 飛散、1ながら両先頭車が 0.5M 方式であり、全電動車編成に戻っている。5 5 5 0系では運転士より、神戸方面行き列車で後ろから押される。 違和感を感じるとの意見もあり、5700系では、両先頭車の運転台側を、付随台車として、神戸方面、大阪方面の両方向で、同じ運転間隔となるよう改良されている。編成各社の所言、車両番号の一例を記す。5500系に準じた片側3、扉車体である。構え体は普通構成であるが、 屋根板及び客用扉の飛ぶクロブ株の外反はステンレス鋼が採用された。塗装も5500系と同じ、アレグロブルーとシルキーグレーである。床面高さは5500系以降の標準となった 1130mm であるが、客用扉の幅は5500系の 1400mm から 1300mm に変更された。種別、行き先表示器も、 5500系の字幕式から LED 式に変更された。種別表示がフルカラー LED、行き先表示が白色 LED となっている。設定機には区間急行準急の表示も用意されている。車内は青色を基調としており、普通列車と認識できるよう配慮されている。座席はロングシートであり、バケットシートが採用された。登場時より、 全車に車椅子スペースが設置されており、開閉扉上部には扉開閉予告塔と盲導鈴も新設された。天井周りも線形に順次、蛍光灯カバーが省略されている。車内案内表示装置は LED によるフリーパターン式となった。乗務員室の構成は5500系とほぼ共通で、あるが、運転台の主観制御機がデッドマン装置付きとなったほか、 運転台パネルに、モニタ装置の情報表示器が設置されている。5550系と5500系の全面比較。種別、行き先表示器等に差異が見られる。機器類は1000系と共通のものが採用されている。主電動機は1000系と共通の3、消化後形誘導電動機の東洋電気製造、TDK-6147A を採用。 一機あたりの出力は5500系の 110kW から 170kW に向上した。制御方式は VVVF インバータ制御で、制御装置は高耐圧 IPM にイベット素子を組み込んだ三菱電気マップ -174 から 15V163 バイトを各電動車に搭載し、一機の制御装置で4個の種、電動機を制御する一新 4M 方式となっている。 急行用の線形とは、加減速性能が異なるため、ソフトウェアによるパターン電流の変更により対応された。最高速度は時速 110km、加減速度は 5500km と、同じく起動加速度時速 4.0km、S、減速度時速 4.5km、S である。台車は、住友金属工業製のモノリンク式、ボルスタレス台車で、 線形と同様に電動車は SS171M、制御付随車は SS171T をそれぞれ装着する。歯車紐線形と同一の97、16、駆動方式は TD 平行、カルダン駆動方式を採用している。補助電源装置は出力150区場の静止系インバータで、東芝の i m b 1 4 6 l o を中間電動車各車に搭載する。 電動空気圧縮機は交流コンプレッサの C-2000ML を両先頭車にそれぞれ搭載する。パンタグラフはシングルアーム式の PT-7160A を採用し、電動車 5551K、5651計画車の神戸型に搭載する。車体側は従来の下枠交差式パンタグラフの搭載にも対応した構造となっている。 編成先頭部の連結機は当初より周り古式の密着連結機であり、貫通路下部には当初より切り欠きが存在する。2010年8月5日には天ヶ崎駅石屋川駅間で試運転を実施5 5 5 0系で初の日中走行となった。その後しばらくの間天ヶ崎駅西側に留置されていたが同年12月29日より、 営業運転を開始した。運用開始後は他の普通用車両特別なく運用されている。2017年4月1日現在、本形式は日本の大手施設の純粋な通勤車両としては最後の普通構成車体となっている。また同様に大手施設の純粋な通勤車両で本系列に次いで2番目に新しい普通構成車体もやはり同じく 阪神の9300系となっている。これは、かつての子会社で、阪神の車両製造を担っていた、向川車両工業に、ステンレス車体やアルミ車体の製造ラインがなかった、ことによる。なお、通勤車両以外では、近鉄や名鉄では、特急系車両においても現在でも、普通構成車体を採用しており、2019年から、製造を開始した近鉄8万系、火の鳥も、 普通校社体である。ありがとうございます。